両親、今日は晩ご飯一緒に食べれそう？ごめんミサ、今日も夜遅くになるから先に食べててほしい。わかった。残業多くてすまんな。決算日前だから忙しくて。ミオはもう寝たかな？うん、さっき泣き止んで寝たよ。でも領事の体調とか心配だよ。最近はずっと残業ばっかりだし、顔だってすっごく疲れてるよ。今は大変な時期だけど、ミサとミオのためにも何とか乗り越えてみせるよ。あんまり頑張りすぎないでね。うん、じゃあ仕事戻る。頑張って。一週間後、やっと繁忙期終わった。会社に連休申請したんだけど、ミオと3人でどこか出かけようか。本当？嬉しい。でも領事はその会社でいいの？え、どういうこと？確かに給料はそれなりにあるけど、そんなんじゃ体調持たないよ。確かにここ最近は特に忙しかったけど、生活するにはお金がいるし、何より誇りを持ってやってるよ。起業の夢は諦めたの？え、領事ってもともと3年で脱サラして、その後は自分の会社作るって夢を持ってたんだよね。あ、うん、そうだな。もうその夢は諦めちゃったの？やりたい気持ちがないと言ったら嘘になる。でも起業するにはリスクもかかる。失敗して借金苦になる未来もある。今はもう俺一人の人生じゃないから、そこまでの無謀な冒険はできない。私ってその程度の存在だったの？え、領事の夢は私の夢だよ。確かにリスクもあるかもだけど、社長になったらリターンもあるよね。私は領事だったら成功すると思うし、もしダメでも私が支える。だからもう一回考えてみたら？ありがとう。でもすぐには決められない。それはわかってる。本当にその言葉が聞けただけでも本当に嬉しいよ。ありがとな。ううん、早く帰ってきて。はい。3ヶ月後、会社には辞めるって伝えてきた。ってことはついに始めるのね。そうだな。領事が社長で私が社長夫人、大学の同級生のみんなにも社長夫人になるって言ったら、みんなに羨ましがられたよ。気が早いな。だってすごいじゃん。社長夫人なんて同級生にいないよ。今住んでいる家は少し狭いから、もっと大きな家に住みたいな。それこそ駅前のタワマンとか。あそこすごい高いと思うぞ。社長だから大丈夫だよ。私も精一杯領事を支えるから、本当に頑張ってほしい。あ、ありがとう。本当に頑張るわ。1ヶ月後。ねえ領事、銀行口座見たけどどういうこと？ん、どういうことって？全然お金入ってなかったよ。もしかして振り込みまだなの？いや、しっかり振り込んだよ。じゃあかなり少ないってこと？会社員の頃と比べて半分以下しかないじゃん。社長なんだよね。そのことについては前も説明したけど、まだ立ち上げて間もないから自分の給料はそれくらいにしてるんだよ。こんなに少ないと困るよ。もっと給料多くしてよ。社長なんだから操作できるよね。そこまで回せるお金がないんだよ。会社だって銀行からの融資を受けて成り立ってるんだから。融資って何？銀行から金を借りてるってこと。はあ？借金ってこと？これも前に説明したよな。借金なんてダメだよ。私とミオがいるんだよ。ちなみにいくらなの？500万くらい。はあ？ありえない。なんでそんな莫大に借りたの？設備投資とかしないとダメだったし、どうしても必要なお金だったんだよ。それってちゃんと返せるの？嫌だよ、私働くのなんか。大丈夫、ミサには苦労させない。もうすでに苦労してるけど、500万の借金なんて聞いてないよ。今からでも前の会社に戻れない？それは無理だよ。今不安にさせてるかもだけど、必ずいい結果に導いてみせるから。3ヶ月後。いい加減にしてよ。もう会社作って半年経つけど、なんで何も状況が変わらないの？住んでる家はこのままだし、給料だってどんどん下がってる。これじゃあ私もミオも苦しいよ。もっとちゃんと働いてよ。苦労をかけてすまない。今いい調子になってきてるんだ。だからもう少しの辛抱だよ。それいつも言ってるよね。ああ、ほんと最悪。なんで会社なんか立ち上げたの？いつまでも自分の夢なんか追いかけないでよね。おい、それはないだろう。はあ？会社立ち上げにはリスクもあるし、成功するかもわからない。だから俺は会社員のまま人生を全うするつもりだったんだよ。でも、ミサが起業を進めてくれたから、だから俺はもう一度挑戦することにしたんだぞ。私のせいなの？成功してないのは自分のせいでしょ？何回も言ってるだろ。まだ失敗に終わってない。これから全然成功する確率もある。いやもう無理でしょ。言っとくけど私は働かないからね。失敗したら知らないから。1週間後。
ミサ、今どこにいる？ああ、何？家にいるけど。いないぞ。は？俺も今家にいるけど、なんでミサは家にいないんだ？ミオはぐっすり寝てるみたいだけど、一体どこで何してんだよ。昼間に家に帰ってきて何してるの？稼いでいない社長なんだから、帰ってきてないで稼いできて。どこにいるんだ？うるさい、買い物。何時に帰ってくる？夜。買い物長すぎだろ。本当は何してるんだ？だから買い物だって。男と会ってんじゃないか。は？何？浮気疑ってんの？疑ってるんじゃない。確信してるんだ。安田明夫。今はこいつと会ってんだろ。何？キモ。ここ最近怪しかったから、そこを調べさせてもらったわ。は？俺が仕事してる間に、お前、浮気してたんだな。しかも美を放置したまま。何考えてんだ？ストーカー？そんなことしてる暇あったらさっさと稼いできてよ。今すぐ家に帰ってこい。離婚の話し合いするぞ。マジでキモい。翌日、記入済みの離婚届が机にあるけど、離婚の意思があるってことでいいんだよな。それ以外何があるの？マジでさ、昨日偉そうにいろいろ喋ってたけど何様なの？社長になるって言って会社辞めて借金ばっかりして、そんな男に尽くせると思う？私だってまだまだ若いし、他の男にも需要があるの。あんたみたいな無能な男のそばで一生不幸になりたくないの。わかる？だからって不倫してもいいのかよ。もう一児の母なんだぞ。それ差別発言だよ。モラハラまで重ねるつもり？てか親権はもらうからね。ふざけんな。そっちが不倫しておいて美容まで奪われてたまるか。不倫なんて関係ない。親権は普通母親がもらうの。それにあんたが引き取れるとでも思ってるわけ？借金まみれのクソ社長のくせに、娘の親権なんか取れると思ってんの？育児放棄する奴に言われたくない。放棄してませんから。家に全然帰ってこないくせに、私に育児放棄なんて言う資格ないわ。てか、なんでそんなに強気なの？明夫さんのこと調べたんだから、わかるよね。彼、社長さんなの。年はもう40歳くらいで結構上なんだけど、超お金持ちなの。ミオのことも引き取ってくれるって言ってるし、あんたとは、格が違うのよ。その相手に勝てると思ってんの？慰謝料についても気にしないでね。あんたみたいな貧乏人に払う額、明夫さんならすぐに用意できるから。じゃあね。1ヶ月後。これで完全にお別れね。それにしても金にがめついね。私と明夫さんに慰謝料200万ずつ、合計400万も請求するなんて、これで借金の補填にでもするつもり？もう社長なんか辞めたら？明夫さんにも言われたでしょ？企業のセンスがないって。慰謝料は当然の権利だからそれを主張したまでだ。キモ、ミオの親権取れなかったからって私たちのことを恨まないでね。しっかり育ててほしい。たまに会わせてくれるだけでいいから。それがキモい。あとさ、毎月4万の養育費って何よ。あんたからの金なんかいらないよ。こっちは月に何百万も稼いでんのよ。離婚しても俺はミオの父親だ。ミオのために使ってやってくれ。貧乏人が見え張らないでよ。お腹痛いんだけど。今ね、このライン明夫さんと見てるの。もうね、二人で腹筋崩壊してる。あ、そう。ミオがお前に似ないことを祈るわ。キモい捨て台詞。2年後。お久しぶりです、ミサです。リョウジ、元気にしてるかな。私はちょっぴり元気じゃないかな。何日も水を得てないお花のようです。そこでどうでしょうか。私という可憐な花に水をやりませんか。今の私にはあなたが必要です。ミオは元気にしてるか。ミオより私の心配をしてください。ミオはどうしてる。今は実家に預けてます。は？ミオどころじゃないんです。何が。私、明夫さんに捨てられたの。そうなのか。捨てられたっていうより私が捨ててやったんだけどね。だってあいつの会社潰れたんだよ。それもやばいところから借金してて、私が売り飛ばされそうになったの。本当に怖かったんだから。でもね、今は嬉しい気持ちなの。だって、リョウジの会社調子いいんでしょ？友達から聞いたよ。なんか今すごいところ住んでるって。ああ、会社順調だな。取引先の人も増えて、手伝ってくれる人も増えて、今では都内に事務所構えてるからな。すごい、本当にすごい。やっぱり私の見る目は正しかった。リョウジはすごい人だったんだよ。すごい手のひら返しだな。俺のこと散々批判してただろ。あれは明夫さんに洗脳されてた。私は領事を信頼したかったのに、明夫さんにいいようにされたの。私は被害者になったの。ね。
だから私たちやり直そう。ミオと三人でまた暮らしましょう。俺、今彼女がいるんだ。はぁ？だから、もう放っておいてくれ。ちょっと待ってよ。彼女ってどういうこと？私とミオがいるのになんでそんな勝手なことできるの？不倫の張本人が何言ってんだよ。別れてるんだから問題ないだろ。じゃあせめてお金ください。4万の養育費は毎月送金してるだろ。それはミオのでしょ。あんなのじゃ足りない。私の分の養育費も払って、毎月30万円くらい払って。大人に払う養育費なんかあるわけないだろ。生活が苦しいなら自分で働け。もう何年も働いてないのよ。今さら働けるわけないよ。それに私が働くとなっても時給1200円くらいでしょ。領事が働いた方が効率いいじゃん。それは俺が頑張ったからな。悔しいならお前も頑張れよ。何よ、娘がいるっていうのに。私の不幸はミオの不幸だよ。本当にそれでも父親なの？悪いが、こっちにも子供がいる。はぁ？実は、今の彼女妊娠してるんだよ。今お前が憧れてた駅前のタワマンにて、二人で幸せに暮らしてるよ。だから、もうこっちの邪魔をするな。もしこっちに介入してきたら、法的措置も考えてるからな。それじゃ。許さない。絶対許さない。後日談。こんばんは、りょうじです。ご覧になったように、ミサはとんでもないモンスターです。一人娘のミオに関しては愛してます。引き続き養育費の方は払っていきますが、ミサのことは全く関与しませんでした。少し不便にも思いましたが、こっちにも新しい家庭がありますし、生まれてくる子供もいます。ミサも法的措置という言葉に恐怖感を覚えたようで、何も仕掛けてくることはありませんでした。しかし、問題はここからでした。まさかあんなことが起きるなんて。